今日紹介するのはこちらのタブレットになります。AGM モバイルのパッド p 2アクティブという、ね、端末になります。まあ、見てもわかる通り、もう見た感じ、ね、タフっぽい、ね、見た目になっていますけれども、この AGM というのは私のチャンネルでも何度も紹介をしていますけれども、まあ、主にタフネススマートフォンとかタフネスタブレットを作っている、まあ、メーカーになります。 まあただ以前にこの端末も紹介してるんですよね。パッド P2 というね、アクティブがないモデルを紹介してるんですけれども、それは予想に反してですね、ただのタブレットだったんですね。まあ、今回は見た目からもわかるとおり、タグネスタブレットになっていますので、早速見ていきたいと思います。それでは早速開けていきましょう。それでは、同梱品を見ていきたいと思います。まずはこちらは充電器ですね。ちゃんと日本で使えるタイプになっています。 かつ日本語で急速充電器と書かれています。えー、最大 20W の出力に対応しています。あとは充電用の t y p e C、t y p e C のケーブルに説明書と書類関係。こちらは日本語にもしっかりと対応しています。あとはバンドみたいなものが入っています。これ後で見てみましょう。それ以外にこれは何でしょうね。ゴムのキャップみたいなものが入っています。これもまた後で確認してみましょう。あとはブランドのステッカーですね。 それではではすすね早速本体の方を見ていいいきたいと思いますなかなか面白いというか、ね、いかつい感じなんですけどもまあ、イメージしやすいのはキッズタブレットですね結構アマゾンでもこういうタブレットにこういういケースですねケースとこの取っ手がついた、えー、子供用のタブレットって結構あると思うんですけどもあれのなんでしょうねタフネス版と言いますかね大人版と言いますか、まあ、そういったイメージじゃないかなと思いますだからこれはケースがついた状態です。 まあこれ取り外しが可能なんでまた後で外してみますけれども、まあこうやって見ると本当に業務用ですよね。よく業務用のタブレットって皆さんも見たことあると思いますけど、こういう結構ね、ハードケースに入ってるものが多いんですが、全くあのイメージですね。で、背面には、えー、キッズタブレットでおなじみのその取っ手とですね、さらにこれがこう動くんですよね。動いて角度も変えられるし、そのままこれがね、スタンドになるということで、 これは結構便利かもしれない。でもちょっとごつくはなりますね。これこういう感じで、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、こんな感じのね、取っ手としても、手持ちとしてもね、使えるという感じです。ここの回転はですね、一応こうなんかね、止まるところがあるんですよ。カチッカチッって音がしてますけど、一応そういうね、抵抗があるところがあるんで、まあ簡単にこうくるくるね、持った時にくるくる回ってしまうということはありません。で、これがあるんで、まあこうやって持ってもいいし、 まあこうやって持ってもいいしね。まあ、いろんな持ち方ができるんで、やっぱりこう、掴むところがあるってのはね、すごく使いやすいし、あとやっぱひ、あの不要なね、力をかけなくていいということで、まあ、どうしても持ちにくいところを持つと変な力が入っちゃうんですけど、まあ、こう持ちやすいところがあれば、こうね、しっかりと持ってますんで、この辺もいいかなと思います。で、一応、ここにペンホルダーみたいなものがついてるんですね。で、箱のイラストにも、ここにペンが刺さってる絵が、イラストになってるんですけども、 ペンはね、付属していませんでした。だから別売りか、まあ、ご自身のペンをここにね、一応収納できるということですね。で、触った感じ、このケースはちょっとこうシリコンみたいな、えー、マット調の触り心地になっています。まあゴムというよりはやっぱりシリコンっぽいね、感じですね。まあそれでも少しこう押した時に柔らかく感じるような、まあ衝撃をね、吸収するような 素材になっているんじゃないかなと思います。で、バンパーのところは少し厚めに巻いてありますね。それではぐるっと見ていきましょう。黒くてね、ピントが合いづらいんですが、ここにですね、ボタンがあります。これ、電源ボタンです。外方の辺ですね。こちらは、えー、ボリュームボタンですね。で、これはちゃんとケースにね、両方とも覆われています。こちらの短い方の辺に一応 USB とイヤホンのマークがありますので、一応これがわかるのかな。 ここをこうやって開けるとですね、中から、えー、タイプ C とその3号のイヤホンジャックが出てくるといった感じです。で、さらにこのキャップがしてありますね。ここがちょっと分かりづらいんですけど、タイプ C と、えー、3号のね、オーディオジャックがあります。で、これ一応キャップがついてるんですねで。先ほどね、付属していたゴムみたいなものがこのキャップの替えですね。やはりこれこうやってめくってね、開けるような感じなんで、 まあ徐々に劣化してくるんじゃないかなと思います。まあ、そうすると、防水とか防塵精度にね問題が出てくるので、まあ、一応、替え殻ですね。劣化したら、ここでビスで止まってますので、交換することができるということです。この辺はね、なかなか親切ですよね。替えのキャップも付属しています。で、ディスプレイサイズは10.95インチということなんで、まあ、約11インチというサイズですね。重量を測ってみたいと思います。 ケースをつけた状態で測ると、1 0 9 6グラムということで、約1 1 k ロです。でこちらの端末はですね、今回は IP68、IP69K、ミル企画に対応しています。で一応ですね、商品ページにはケースがなくても IP68、IP69K ですね、防水防塵性能はあるみたいです。まあ、おそらく対衝撃性能はケースがないとダメなんじゃないかなと思いますし、 まあせっかくケースがついてるんで、まあ、これはつけて使った方がいいと思います。それではこのケースを一応外してみましょうか。まずはですね、この周りのね、フレーム、プラスチックのフレームを外します。ここにね、爪が引っかかっていますので、まあ、ちょっとこういったものでね、こじ開けるような感じでまあ、開ければ、これが外れますで。その後はこのシリコンのケースをですね、こう脱がしていくような感じになりますね。 こんな感じですね。こういう感じで、このシリコンを外していきます。はい。そうすると、どうなるかと。はい。そうすると、また、このオレンジ色のね、プラスチックケースだけになります。あとは、あとは、ここからこれをですね。 こう爪が引っっかかってますすすのでで外すだけですそうするとこういう感じでね、ケースがバラバラになって外れます。まあ正直ですね、あの取り外しにくいですね。また戻すのも結構大変だと思いますんで、まあ、こういうのってよくかぶせてあるだけのやつもあると思うんですけど、まあこれはしっかりと固定されてますので、逆に簡単にケースが取れない、取っ手が取れないっていうことだと思います。まあそういうメリットはありますけれども、 逆にですね、簡単に外して通常のタブレットにするっていうのはなかなか難しい。で、これが裸の状態です。まあ、裸の状態だと本当にね、普通のタブレットですね。でも若干厚みがあるかなという感じです。まあ、全体的なデザインは、まあ、スクエアデザインですね。非常に仕上げは綺麗です。で、おそらくこれアルミですね。 色はグレーっぽい色ですねちょっとマット調のグレー色ということですでケースを外すとカメラの出っ張りもそれなりにありますね重量は裸の状態でも 600g ということで、まあ、ちょっとで重量的にはまあ11インチクラスとしても重たい方かなと思います若干ですね持った感じもね厚めです厚みは約9 2ミ、mm、リです であと付属していたバンドをケースにつけるとこんな感じですね、まあ、これで肩からかけて持ち歩くことができるということで、まあ、これも便利ですねやはり重量が重たいので手だけで持つとね非常に負担が多いので肩にかけたりこういうやっぱハンドルがあって持ちやすいっていうのはすごく便利だと思いますそれでは端末の方をね立ち上げてみましたディスプレイサイズは先ほど言った通り10.95インチ約11インチです 端末情報を見ていきたいと思います。メモリーは8イトですで。メモリーの、ね、拡張機能に対応しています。デフォルトの状態で8トを拡張されています。メモリー拡張は最大8イトまで拡張できます。もともと8イトの、ね、物理メモリーがありますので、最大1 6イトで利用できます。ストレージは2 5 6イト初期の状態で1 3トを利用しています。 ディスプレイの解像度は 1920×1200 ですね。だから16対10になっています。Android バージョンは14。で、この端末はですね、リフレッシュレートが 90Hz まで対応しています。デフォルトではオートになっていますけれども、一応 60Hz、90Hz と手動で選択することが可能です。 ワンツーベンチマークをやってみました。スコアの方は40万点ということですね。SOC は平良の G99 です。まあこういった格安のタブレットではよく使われている SOC ですけれども、まあ重たいゲームとか以外であれば特に問題なく利用できる性能だと思います。まあ残念なのは 5G に対応していないということですね。それでは簡単にブラウジングしてみたいと思います。はい、こんな感じですね。 まあ写真も含めて特に問題なくね、はい、サクッと表示されています、はい。戻るのもサクサク戻りますね。はい全然問題ないですね。まあ、だからブラウジングとか動画見たりする分にはもう十分な性能だと思います。で、こちらの端末は、ワイドバインのセキュリティレベルはレベル1ですね。 ワイドバインのセキュリティレベルがレベル1でもですね、以前はネットフリックスは HD 動画の再生ができない端末が多かったんですけれども、最近はね、対応しています。この端末もですね、これネットフリックスなんですけれども、ちゃんとね、HD 動画の再生が可能です。ネットフリックスのアプリの再生仕様というところで確認してもですね、再生の最大再生解像度はフル HD となっています。ワイドバインのセキュリティレベルもレベル1でしっかりと認証しています。 それではですね、Google マップで東京駅を検索してみましょう。はい。問題ないですね。まあ、いつも問題ないんですけども、非常にスムーズにピンチイン、ピンチアウトができますね。はいまあ、Google マップぐらいであれば十分な性能ですね。それではですね、次は GPS のテストしてみました。こちらね、メディアテックの SOC なので特に問題ないですね。52個見えて30、3 0 7個掴んでるという感じです5歳1メートルですねさらにこのアベレージがね26ぐらいなんですね結構高いですねまあこういった格安のスマートフォンやタブレットだとだいたい20代前半21とか22が多いんですけどもまあ、とりあえずこれ割といい感じですね スピーカーカのテスストやってみました、えー、一応ステレオスピーカーですねでスピーカーカの穴が一応この背面のここですね。この穴が開いているところから音が出てきます。まあ、なのでケースをつけているとちょっとこう後ろ側にね音が出るような感じなんで、まあ、音質自体はそんなに、まあ、悪くもないけども、まあ、良くもないしまあそんなにこうね端末的にもその音質を気にするようなねハイエンドモデルでもありませんので。 まあそういった部分で言うと、まあ、価格なりのスピーカー音質だと思います。まあ、それでも屋外で、ね、音楽聴いたりとか、まあ、そういった使い方もあるでしょうから、そういった使い方であれば、十分だと思います。アウトカメラの方は500万画素ですね。2つあるように見えますけど、1つは LED のライトです。でインカメラは800万画素ということですね。で一応アウトカメラ500万画素、JN1 なので、まあ、JN1 自体は まあ結構格安のね、スマートフォン等に使われている比較的評判のいいセンサーになっていますね。それではスマートフォンのカメラなので、まあ主にはメモカメラ的に使うことが多いのかなと思います。えー、メモカメラとして使えるか見ていきましょう。それではね、写真を撮影してみました。はい、拡大してもかなり文字はしっかりと写ってますので、 まあウェブカメラとしてはもう全然問題ないといった感じですね割と綺麗ですねはい素晴らしい <music> 映像ですねまあ、最近はタブレットでオンラインミーティングされる方も増えていると思います内蔵マイクとねインカメラのテストです音声の入り方どうでしょうか、まあ、一応800万画素ということなんですが、えー、この映像を、ね、私が今撮影している映像を見る限りではそんなに汚くはないし、まあ、悪くはないかなと思いますで画角はやっぱりタブレットの画角ですね普通のノート PC よりは少し狭いかなという感じですあとは音声の入り方どうでしょうか どうですかね若干逆光気味ではあると思うんですが、まあ、全然問題ない感じで映ってるかなという感じですね。それではですね、SIM トレイ見ていきたいと思います。SIM トレイは、このねタイプ C の充電ポートの横にあります。なので、これ、ケースつけちゃうと、ここは自由に開いたりすることができないんですね。だから、いちいち先ほどのね、このケースですね。 を外さないとここここはアクセスすることができませんこちら側はねケース側に切れ目があって開閉できるようになっているんですけれどもこちら側はケースをつけると塞がってしまいますのでご注意くださいで対応バンドの方は 4G は138ですねあと 2628AB は対応していますけども1819の表記はありませんでこの端末はちゃんと技摘マークもついています でこの端末はですね、こういうちょっとタブレット UI になってるんですね。だから分割画面とかもすごくやりやすいんですね。例えば、ここからですね、こういう感じで持ってくると、まあ、これでね、分割画面で表示ができます。このタスクバーみたいなところからアプリを持ってきて分割画面ができるということで、これもすごく便利ですね。ということで、今日はですね、AGM の PadP2 アクティブ紹介をさせていただきました。 AGM らしいですね。タフネスタブレットですね。IP68、IP69K、ミル規格に対応したタブレットになっています。で、タブレットの、まあ、性能の方ですね。こちらヘリウの g 9 9に r a 8ギガということで、まあ、普段使いであれば全く問題ない性能になっていますので、まあ、重たいゲームとかでなければ、まあ、十分利用できると思います。で、あと、ワイドバインのセキュリティレベル、レベル1にもしっかり対応していますし、 ネットフリックスの視聴も問題ないということで非常にバランスのいいタブレットになっていると思います。購入先については動画の説明欄にリンクを入れてきますのでそちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。